ごぼうと椎茸と人参とたけのこ入れちゅうわけ。それで、それを小さく切って、ごぼうはもちろんアクを出して、なんか、とにかく、具を小さく切らないか。このくらいに。このくらいの大きさ。それから、下下の水を、だし汁で炊いて沸き出したら、お砂糖、みりんを入れるわけ。また、それが染みた頃にお醤油を入れて、煮詰めるわけ。それ、その過程がそれで、それからご飯を、お酢とお砂糖、お砂糖はね、一升へね、お酢が2個、それから、2でがいいです。ほんで、お砂糖が、一升で200グラムだろ。ほんだけに、ゴンゴンの時はそれで計算したらいいわね。おばあちゃん3個だけに、3個の、それから、2で、お塩は、お塩も、3個だったら 2をかけたの、60グラム ?60 グラム、いくらになるかな。それを、おばあちゃんをこう、沸騰する、お鍋に入れてね、それから、沸騰する寸前におろす。沸騰させたらいかんから、おろすわ。それから、ご飯を出すだろう。とか、ご飯を出して、ぬくいうちにそれかけて混ぜて。かおばあちゃん、湯の酢は上にこう、香りつけてたんですか、以前。それで、これを混ぜたら終わり。おばあちゃん、はい、もうそれ以上それですわ。だからなかなかね、はい、行ってきなさい。でも、大体も大体やけど、これもだご飯もしてない感じ。いかんのやったら混ぜるところまで説明できるけど、杏仁の卵を入れてお汁を垂らしたらいいけど、おばあちゃんそうやったら鬱になるからこう煮詰めよう。お米一緒よ、お酢 200cc 入れたらいいんだしね。3合じゃった、60cc かね。いや、200cc、そう。これ、身をかけたものをやったら。それで、お砂糖も、一升へ 200g やったら。3合じゃった、236で、それが、5合やったら、100g というように、そういうふうに割ってやる。そんなんと沸かそう。おばあちゃんが先食べてもね。見たら。うん、どうでもよくないの、だいぶいいでしょ。こんなとこ取らんとって、必要ないから。必要ない。うん。これ開けてると、そのお鍋でお酢はかかない。3個、4個。
それどうして開けると、お鍋どうするかだね。お鍋全部小さいの作るというか。ご飯混ぜちゃいたんぐらい。それで終わりだね。今するに溶板から消しといて。まだ。キッチンの。お鍋洗いのところに渡したって何人も。卵焼き60、卵236だろ、一緒に 200cc だけ3分の1よね。天井やさっときりちゃん60g、卵黄の場合、とにかくね、一生へ200と思うちょったら、一生へ 200g のお砂糖がいるから、それを割り振ったらいいね。身をかけていたら、お塩、こんなもんとドランとってこんなんこんなんこれ濡れちゅうからカーカーしてるの雨何も関係ない。この程度沸騰させたらいかが、
飯これ3合のお椀やけどね。3合ないか。まあ3合。あれかな。食べればいいのかな。あるね、3人。少ない。このままいけろ。3人分ないみたいな。ああ、これで混ぜたらいいの。ゆずは余計で。よろしい、以上。これで出来上がり。これ卵ほら、いって。置くだけ。うん、薄くないみたいな気がするね。出来上がったものがこれよ。見てごらん。これを写しといたらよ。ここへ来て、これを写しときなさいよ。ここへ来て、これよ。こんなのね。食べてみる？食べてごらん。いいじゃん。どんな？うん？この上卵、卵いいか。
ばあちゃん、この目のとこ捨てる。目だけ。嫌やけ。これ本当薄焼きにせないかんね。